プリシー高梨いつきです。フェリーゴッドマザーアイスメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは再来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己需要ができ周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。9月23日秋分の日のダイジェストです。23日の午前中はルーティンと別宅の掃除と断捨離をしました。本当はお墓参りなのですが一日中雨だったので次の日にすることにしました。午後は実家に挨拶とお昼寝、夜はお夕寝とテレビとオラクルカードの下書きをしました。これは翌日に編集している動画です。タイムラインは LINE ブログに上げてありますのでぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、赤色がストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキングが8491歩、体重測定8時間睡眠というトレさんとマリナトレさんとウォーキングマシンに乗りました。オレンジ色がお休みをしていて、黄色が水彩色鉛筆で下書き、動画編集とブログを書きました。黄緑色の拡散が Twitter2 つ、Facebook2 つ、YouTube1 つ、ノートとホームページとアメーバとブロガーでシェアをし、LINE ブログに日記のタイムラインをシェアしています。Instagram1 つ上げました。水色の計画立てました。青色の暗記暗唱しました。占いラボ、紫色が占いラボさんのマヤ歴の動画を2つ見ました。ピンク色がフェイスマスク、オーラルケア、身だしなみを整えて、誰かを褒め感謝をさせ、自分を愛して褒めました。薄貝色が、皿洗い、洗濯、整理、マッサージ、お風呂、ボディメンテナンス。薬飲み忘れてしまい、寝る前の整理整頓できています。黄土色が、両学長さんの朝のライブと、普通の配信の動画と、夜のライブと見ました。茶色が、漫画を読みました。黒色がお休みしていって、灰色も、そうですね、特にないかな。白色が、掃除、浄化、断捨離、祈り、東京、六方、はい、お香、お祈り。薬師寺官房さんので掃除機をかけて、金剛院さんので読経をしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、別宅の掃除と断捨離をして、白色の浄化の才能を育てました。今日の自分観察ですが、今週は毎日片付けと整理と掃除です。一番大事なことだから、ここが滞ると運がちっとも動かなくなってしまうので、運がきちんと動いていくようにすっきりさせたいと思います。全部きれいにできたら、また新しい扉が一つ開くんだろうなと思っています。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価。ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はおしむ、イラストはおきそ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。神様と皆様に感謝します。 I appreciate。そうですね、最後の言葉に行かせていただきます。自分の人生は自分のもの、人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今は抜き山で希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。アイアプリシエイト。じゃあまたね。バイバイ。